DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャングスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたかうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。本日も武神会の会長であられる駒野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。前回北関東でも悪さもう極悪人やり通して、はい、仇なのに所払いになって、はい、新宿に出たっていうお話だったんですけれども、はい、まあ、新宿に出てからのお話を今日お聞きしたので、はい、よろしくお願いします。まず自分が新宿に行って、はい、一番最初にやったのは不動産屋に就職しました。不動産屋に、はい、ちょうど不動産の免許も取ってたんで名前は言えないですけど東和住建って会社なんですけど名前言っちゃいましたけど、ピー入れてきました。ピーですか？ピー入れなくていいですけど、はい、まあ、とんでもない営業会社で、はい、マンションを売る会社なんですけど、軍隊みたいなんですね。みんな朝礼しても何しても、まあ、軍隊みたいな感じで、賃貸用のマンションを売る会社なんですけど、売れなければ売った人に土下座して、今月は食わしてもらってありがとうございましたと。朝から晩まで電話を1日1000件ぐらい電話して、仕事中のサラリーマンにマンションを売る、仕事中にマンションを売るなんていうのは1日1000回電話して、まあ、喋ってくれるのが1000人のうち100人、100人のうち会ってくれる人が10人、契約するのが大体1人っていう、で毎日怒鳴られたり怒られたりしてんで結構大変だったんですけど、月100万ぐらいの給料はもらってたんで、その時ってもう顔に入れずにされてたんですか？いや、してないですしてないです、全然真面目で、体にも入ってなかったです。そうなんですか？はい、ずっと肩気になったんで、はい、不動産以外にも何か違うこととか？不動産を最初の3ヶ月で主任になりまして、うん、主任になってから1年経った時に会社新しく作るってことで、取締役150人ぐらいいた会社なんですけど、50人ぐらいで集まって新しい会社作るっていうんで、1年後に役員になったんですよ。すごいですね、スピード出世。役員になって1、2ヶ月してから、じゃあ自分でやるってことになって、で会社中野ブロードウェイ、そこの一室借りて不動産屋始めたんですけど、ちょうどあの時青島幸男、ね、東京都知事、都知事と、はい、まあ、事務所が隣で、一人で不動産屋始まって、はいはい、不動産の社長やってましたよね。で大きな仕事が好きだったんで、例えば大手企業、リクルートだの、三菱だの、住友だの、そういういろんな会社の用地を探すっていう。用地、はい、伊東洋華堂を作る用地を探すってことで、100億、200億の仕事を決めるために毎日動いてまして、買い付け証明まで行くんですけど決まんないんですよね。毎日歩ってるうちにどん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 金がなくなってきて、1本決まれば何億になるわけじゃないですか。決まりそうになっても飛び越してやっちゃうんですよね。だから結局電車だの何だの乗る金もなくなって、まあ歩きながら仕事してたんですけど、社長3ヶ月ぐらいやってましたがね、その後にカジノの方、裏のカジノの方にやってくんないかと。カジノの方のまた裏の方で換金の方を任せられまして、その時に新宿、赤坂、あと銀座、この3店舗の換金全部任せられまして、換金の仕事。それってどれぐらい、1ヶ月で1
地で自分が来たのは8億ぐらいなんですね。3店舗合わせてですか。まあ、自分は3店舗任せられてましたけど、はい、自分がメインに入ったのは新宿なんですけど、はい、新地で8億行ったり来たりしますね。一回あのお金相手に30万渡すところ300万渡しちゃって間違って、270万自分が立て替えるようになっちゃって、そのもらった人は超ラッキーですね。30万が300万、探しました自分、1ヶ月かけて捕まえましたよ。どうしたんですかして。いや取り返しましたね、ヤクザモンも勝手に金を借りて返さないやつとか、店側からお金を借りて返さないってことですか。お店側のごまかしをする人間がいたんですよね、で捕まえて、でお金返せないっていうんで、お金返せなくて上に言えば自分どうなっちゃうか分かんないと、自分どうなっちゃうか分かんないよりも、お前そんなことあんならお前保険でもかけて手でも何でも落としてけって無事抜いて、でも無事抜くとやっぱ金出すんですよね、どっからか、はい、ずっと夜の換金をしながら、まあ、夜の歌舞伎町でよく歩ってましたね、その時はもう喧嘩とかは一切。いやもうその時は歌舞伎町を歩ってて、3000円飲めるなんて言って行けばぼったくりの店で、ぼったくりに引っかかるんかい。ぼったくりが引っかかりましたよ。3000円つって金少し取られて、20人も30人も来やがって、どうしたんですかそれ。その後いやボーイの方が悪いからって言って、はい、じゃあ何やってもいいんだなと見つければ、はい、で何やってもいいですよということで、もそれからずっともうそのボーイ探しして、はい、もう1週間か2週間捕まえましたよ。引きずり回して金払ってきたんで、はい、金じゃねえってことで、金はもらわなくて引きずり回して終わったんですけど、いやあの時、まあ、ぼったくりなんて食らったことないですから、はい、うまい口車に乗ってしまったんですね、はいはい、真っ暗だったんですかやっぱりぼったくりバー入った時って。もう入った時点でおかしいっていうのが分かったんで、うん、もうチェックしてくれと、その場で、そしたら2万円になりますとか、なんか、まあ、大した金額じゃないんですけど、はいはい、何度も座っただけで銭飛んだっていうことで、そこからボーイ探しが始まったで探しが隣のおじさんなんか大丈夫ですからなんて抑えられて、財布なんか取られて金が取られてましたね、こうやって、なんだこれはと思いましたよ、でもやっぱ新宿ってぼったくりバー本当にいっぱいあるんですよね。分かんないですよ自分は。それそ それからはもうぼったくりも何も店に入れてもらえないっていうのがほとんど、ポーカー屋行ってもどこ行ってもここで入れてもらえないと普通の人間なのにおかしいじゃないかっていう、どういったその時に生活されてたんですか。歌舞伎町ですか、まあ、一番最初は不動産屋ですよ、不動産屋で給料をもらって、その後カジノやって、人も自分じゃできないんで、いろんな地元から人呼んだりなんだりして、カジノの計算だけやってたんですけど、そしたら、もうちょうどたまたまサリン事件が起きまして、オウムのサリン事件ですか、あれって94年でしたかね。いや、もう覚えてないですけど、自分、従業員逃がしてて。帰ってくるときに同じ電車だったんです、中野坂上でちょうど、あれ丸の内線ですもんね、丸の内の駅で、自分とこバン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 電話かけて大丈夫ですかと、そしたら自分の従業員がちょうど丸の内線で帰ってくるとこで大丈夫かって言ったら、お金もないくせにタクシーで帰ってきて助かってたんですね。その時うちのおふくろもその丸の線だったんですよ、荻窪なんで、自分はアメリカの刑務所の中にいたじゃないですか、それからどうなされたんですか、その後は。もうずっとカジノやられてたんですか。カジノやった後に違う仕事をつくんですけど、現役の格闘家になったのかなっていう、それから、そこから格闘をじゃあ始め、その時おいくつですか。23の時ですね。23の時もカジノとかもやってた。22ぐらいまでですかね。
でずっとそこから格闘23から自称格闘家、はい、自称格闘家をずっとやられて、はい、今現在に至るって感じですか、はい。まあ、いろんな道場には通いましたけどね、極真空手行ってみたり、田中塾で総合格闘技やってみたり、で最近ちょうどちょっと前にアウトサイダーっていうのが始まりまして、はい、自分の地元に総合格闘技道場和人会っていうのができたんで、はいはい、和人会、はい、見に行ったんですよ。やっぱ気になりますから、その今まで異種格闘技で相撲対空手はどっちが強いかとかってやってて気になってたんで、やっと総合格闘技に MMA に出会って見に行って見学行った日に入門しちゃいましたね。何かビビッときたんですか。何でもありのやっぱり格闘家として、必要なもんだと思って、一番下からまたやりましたね。現在もやられてるんですよ。現在も、まあ、何かあったら、今でもやっぱ考え方は常在戦場っていう、常にいつも戦場の中だっていうことで、常在戦場、はい、常に相手がたくさんいた場合、武器を持ってた場合、後ろから来た場合、常に考えて目に見えない敵と戦ってます。でもいつ何が起こるかわからない時代ですからね、保身もあるし、いい戦いの場があるかもしれないですけどね、身につけてた方がいいですよね、喧嘩とか格闘を通じて精神面で何かありますね。精神面はトレーニングしてると毎日嫌なことやるわけですから、仕事と一緒で精神面はついてきますけど、自分が一番好きなのは戦ったりなんだりした人間っていうのはもう仲間っていう意識があって、いろんな道場に自分出稽古行くんですけど、出稽古行って次試合する人間とみんなスパーリングをして、でその人の今までの練習だの癖だのっていうのを自分の体で受けながら試合の応援に行くんですよ、そうするとやっぱり知ってる人間で、で一生懸命練習したものが当たったりなんだりするとやっぱ自分も嬉しいですし、で昔は勝つだけっていうのがあれでしたけど、もう勝っても負けても仲間が戦ってれば、もう負けても何しても本当に見てて素晴らしいなっていう、はい、本物ですよね、はい、本気でまあ体と体でぶつかり合って、まあ、自分もそういう試合に出る人とやったっていう、まあ、気分的に、まあ、やりたいって気持ちと、やった人間がまた戦ってるっていうのが、二度おいしいんで二度おいしい、まあ、スパーリングやりたいって記念で、やっぱり強ければ強い人とやれば勝つ負けるは関係なしにして自分の記念になるじゃないですか。やっぱ強い人とやっぱりスパーリングやりたいですよね。だからタイソン君のことがすごく気になるんですね。いや、タイソン君はもう素手でやりたいですよね。じゃあ次回は、今ちょっとアウトロー YouTuber がいっぱい出てる中で、まあ、気になる方もたくさんいらっしゃると思うので、その辺のお話を聞きながらいきたいと思いますので、本日はありがとうございました。はい、命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透、明確欲望捨てたら揃った好奇心層、過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業だサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、ラッ